はい、皆さんこんにちは、ダブルTです。はい、実はもう帰りなんですけども、今日ですね、ゴルフライフさんのダブルスの試合に出てきました。イエイ。で、今日は一応プロアマのダブルスということで、自分がプロで友の方がアマチュアということでやってきました。結果としてはね、ちょっと何とも言えないところなんですが、まあ、そこら辺もね、ちょっと動画を見てもらって、まあ皆さんに判断してもらえればなと思います。ということで、今日の陸東の18ホールをご覧ください。どうぞ。お前練習場じゃん、それ普通に。もう疲れちゃう、もう。よっしゃ。160ヤード。9番でいきます。ピンはここです。まあでも乗ったんじゃない、とりあえず。あ、オッケー、十分十分。せはい、イーグルパット。イーグルパット。距離は10メートルぐらいかな。ピンコですね。割と早く打ったね。ああ、多分いいタッチだ。オッケーオッケー、ナイスタッチ。はい、11番ホール130ヤードピッチングですね。もうなんか当たり悪いけど結構いいぞ。バンカー、バンカー、あ、すなかった。いっぱいで強く打って。どんまい。かけたない。やばいね。はい、セカンド150ヤード。何番ですの？9番です。悪くない。ちょい左だったけど、乗ったか。 OK。 8。
構曲がりそうよね、それね。はい、ナスパです。うん、うまい。さって振ってとりあえず残るように。OK、 しょ、それでいいよ。はい、セカンド。あれ ?223 だけ ?223 ヤード。3、アイアン。まあ、左。どこにいた？しゃあ。はい、3打目ピンがここですね。よいしょ、まあ乗ればいいよ。乗った乗ったね、ちょっと奥。OKお前そっちの奥の好きよね。で、ボットがね。うまい。